間って丸々一日何にも食べなかったらどれくらい体重減るの？昼ですね、12時半。あと10秒、あと10秒。どうも、はるはるこです。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、はい、タイトルとサムネ見た通りなんですけど、人間って丸々1日何にも食べなかったらどれくらい体重減るの？っていうことを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ルールとしては、まず、カロリーゼロとかの食べ物は全て禁止です。カロリーゼロであっても糖分ゼロであっても全て固体のものは全て禁止。あとジュースも禁止。ただ水だけは好きなだけ飲んで OK です。はい、空腹になると思うんで、ちょっとまず最初にサムネ用に撮っとこうか。多分この後怖いんで、結構めちゃめちゃ今食いました。時間的に行くと約2時ですね。2時半かな。で、ここから24時間で明日の2時までですね、検証でいくと。はい、じゃあ体重測定していきます。乗ります。ちょうど50、ちょうど50くらいですね。 50.15kg。OK! じゃあ今回ここから検証していきたいと思います。マジでこれ今回やらせなしで、ガチで何にも食べないです。それじゃないと検証にならないんで、これ結果見ていただければ分かると思うんですけど、これより増えてたらなんか僕食べてるんで、その時はもうお構いなく低評価お願いします。といってももう今日はお風呂入って、この後お風呂入って寝るだけなんで、明日の朝からかな。そうですね、なかなかこの1日通してっていう企画僕なかなかやんないんで、貴重ですよ。お前ら今見てるの貴重だからな、この映像。この映像見れてるってお前どういうことか分かるか。こういうことだよ。さあ行くぞ。これからも何かと世話になるとは思うけど、これが毎日幸せにする。ほら、わしに決まったな。はい、ということで、あとは寝るだけなんで、とりあえずもう今日は寝て、明日の朝からまた活動して。歯磨き粉ついてる。それではおやすみなさい。あ、ちなみに今のところまだお腹空いてないです。それでは。よし、OK。明日の天気は何かな？ございます。あだ、ということで、今日は学校は昼からなんで、昼までにちょっと準備して、今10時ですね。ちなみにまだ今お腹はまあ普通かな。まあ別にそんな減ってはいないかな。はい、ね、ということで今はちょうど昼ですね。12時半。学校に行っていきたいと思います。今日昼からなんで学校。あれ、さっき寝起きの時も言ったっけ。どっちだっけ。まあ、どっちでもいいか。どっちでもいいか。そんなこと、どっちでもいいか。行ってきまーす。あ、どうも。ちょっと待って。今、時計ないか。15時間くらい過ぎてんだけど、マジでやばい。超腹減って、もう、今日、俺の学校キモいから8時間授業なんだけど、今4時間終わって、残り4時間あって、今休憩時間ね。マジでやばい。死にそう。腹減った。待って、水、売店、売店行ってきます。マジで腹減った。買ってきたで。水、天然水、天然水。いや、やっとね。まあ、いただきます。やめって。これは違うじゃん。これは違うじゃん。本当に食べてない。食べてない。買っただけ。何が悪いの。買っただけですけど何が悪いんですか。パンをパンっつってな。一口焼き食べていい。今学校終わって、ここ撮影機です。
はい、もう喋れないくらい腹やばい。今になってめちゃめちゃ、今多分ピークっすね。これを超えたら多分あんまりお腹空かないのかなとか思ってたり思ってなかったり。さよなら、寝ます。もう無理です、もう動けないです。ちょっと連れてって家まで。ここが僕のアナザースカイ。ということで、いろいろやって帰ってきて、今1時半ですね。約1時半もう過ぎてます。あとは約1時間半。さっきがピークとか言ってたけど、外にいるとき、もう今がやばい。もうこう喋りたくないもん、本当はね。喋んなくていい、ダメでしょ、声で企画が成り立たないでしょ、ということで。はい、ということで気づいたらあと2分です。ういっす、あと1分あと15秒。ふっやばい、あと10秒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 、あと5秒。4、さあ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 、ねねねね、ということで、お昼に買った、お昼に買ったやつ、これ。これガチでマジで食べてないですから、今回、食べます。待って、ちょっと待って。ちょっと待ってー、まあ、パン食べる前に体重測るの忘れた。測りたいと思います。多分さっきので落ちたんだけど、動画落ちたんだけど、これエンディング後になってると思いますが、一応測りたいと思います。いきます。メインここでしょ、だって。え？1キロも変わってないの？やばい、48ってことにしよう！約48ってことにします！はい！約マイナス1キロしか変わらなかったよ。